俺は画家を目指しているのだが、現実はそんなに甘くない。現在は出版会社でアート雑誌の編集者として働いていて、もう数年が過ぎた。それでも俺は画家の夢を捨てきれずにいる。今勢いのある若い画家たちの取材に行くたびに、俺の心は奮い立たされていた。そんな俺の日常は、ある人との出会いによって劇的に変化することになるのだ。女性からたくさん話しかけられてたでしょ？なんか嬉しそうにしちゃってさ。俺の名前は遠藤辰巳。画家を目指しているのだが、現実はそんなに甘くない。現在は出版会社でアート雑誌の編集者として働いていて、もう数年が過ぎた。それでも俺は画家の夢を捨てきれずにいる。はあ、やっぱりダメだ。全然アイデアが浮かばない。もう帰ろう。俺は木炭を手にしたままため息をついた。もうすぐ絵画コンクールの締め切りだというのに、何を描くのかすら決まっていないなんて。俺は今でも働きながらコンクールに応募する日々を送っているのだが、そろそろ限界かもしれない。俺はもやもやしながら家に帰ったのだが、玄関のドアを開けても、俺のため息は止まらなかった。床に脱ぎ捨てられた服、食べ終わったスーパーのお惣菜や弁当のゴミ、アトリエとして借りている小さなアパートも、デッサンの紙や木炭、絵の具などで散らかっているのに、自宅は自宅で、それはひどい状態だった。これで気持ちが晴れるわけない。頭では思っていても、心身ともに疲れ切っている俺は、家事をする気力も残っていなかった。平日は会社に出勤し、休日はコンクールのための作品制作。休む暇もないこんな生活では、いいアイデアも降りてこないはずだ。その翌日、この日も疲れて会社から帰ってきた俺は、ポストを開けると、家事代行という文字が目に飛び込んできた。決してお金に余裕があるわけではないけど、これによって、制作に費やす時間が生まれるのであればと、俺は週末から家政婦を頼むことを決めた。電話で予約をしてみると、年配の女性がとても丁寧に受け答えをしてくれて、なかなかの好印象だった。きっと、おばちゃんと呼びたくなるような、面倒見のいい女性が来てくれるのだろう。そして家政婦が来る当日、正午ちょうどにインターホンが鳴った。はーい。俺はインターホンのモニターを確認すると、そこには思っていたよりも若い女性が立っていた。家事代行サービスの規定によってマスクを着用しているが、その状態でも十分に綺麗なことが分かった。マジかよ。こんな若い女性が来るなんて聞いてないよ。てっきりおばちゃんが来ると思っていた俺は、部屋を散らかしっぱなしにしていた。焦った俺は、足でゴミを部屋の端に追いやり、部屋中に消臭剤をまいた。この度は、弊社家事代行サービスを利用していただき、ありがとうございます。
スタッフの佐々木と申します。どうも遠藤です。お入りください。なぜか俺の方が緊張しながら佐々木さんを部屋にあげようとするが、彼女はなかなか家に入ってこない。あれ？佐々木さん？やっぱりマスク越しじゃわからないか。そう言って佐々木さんがマスクを取るとニコッと笑った。なんと佐々木さんとは俺のよく知る人物だった。え？もしかしてタエちゃん？今目の前にいる佐々木タエとは小中高と同じ学校に通っていた、いわゆる幼馴染だったのだ。当時から美術男子で陰キャ街道まっしぐらだった俺とは違い、タエちゃんはいつも明るく元気で、おまけにとても可愛い。校内でも人気者の女子だった。めちゃくちゃ地味だった俺なんかにも優しく話しかけてくれれば、そりゃ好きになるに決まっている。他の男子に負けじと俺もタエちゃんが初恋の相手だった。美大に入学して上京するまでずっと気になっていたのだが、学校一のマドンナに俺みたいな奴が告白しても結果は明白だ。遠くから眺めるだけの一方的な恋心だったけど、俺にとってはそれが青春だった。名前見てもしかしてって思ってたんだ。辰巳くんは東京に上京するってことも話題になってたし。いやいや、俺が話題になるわけないじゃん。相変わらず視野が狭いな。辰巳くんって結構女子の間で人気者だったんだから。今は何してるの？出版会社で働いてる。ただのサラリーマンだよ。え？出版会社？すごいじゃない。やっぱりアート系の雑誌に携わってるの？まあ、一応ね。へえ、かっこいいじゃん。タエちゃんこそ、上京して就職したんだね。いや、私は弟の世話をするために、一時的にこっちに来てるの。弟さんのお世話？もともと医大生で、無事に大学病院への就職が決まったのはいいんだけど、仕事がとても忙しいみたいで、栄養失調と過労で倒れちゃったんだよね。だから研修期間が終わるまで支援しに来たの。へえ、お医者さんなんだ。それはすごいね。うちって兄弟が多いせいか、すごい貧乏でさ。私も大学進学を諦めちゃったんだ。でも弟だけはすごい頭が良くて、大学を諦めさせたくなくて。そうだったんだ。いつも明るく笑っていた彼女にそんな背景があったなんて知らなかった。俺はそんな彼女に気の利いた言葉もかけてやれない。ああ、ごめんごめん。家の事情はこういう雰囲気になるからさ、普段は話さないんだけど、辰巳くんにはついつい話しちゃった。俺なんかでよければいつでも話聞くよ。そんなうまい返しとかはできないけど。ありがとう。じゃあお礼に、掃除が終わったら晩ご飯も作っちゃおうかな。ずっと兄弟の世話をしてきたから、家事だけは得意なんだ。彼女はあの頃と変わらない笑顔を見せてくれて、俺は思わずドキッとした。でも、
タエちゃんにこんな汚い部屋を見られるなんて恥ずかしいよ。え？今さら何言ってるの？幼馴染の私に見せれなかったら誰にも見せれないよ。タエちゃんは笑いながら手際よく掃除を進めていき、部屋はあっという間にきれいになった。そして彼女はキッチンに立ち、鼻歌を口ずさみながら夕飯を作り出した。俺は結婚をしたような気持ちになり、彼女の後ろ姿を眺めてた。タエちゃん、よかったら一緒に食べていかない？って言っても、タエちゃんが作ってくれた料理だけど。え？いいの？もちろんだよ。せっかく再会できたんだしさ。昔話もしたいし。うん。私も辰巳くんの話聞きたい。タエちゃんは肉じゃがにほうれん草のおひたし、具がたくさん入った味噌汁を作ってくれた。普段なら疲れてご飯を食べる気もしないのに、タエちゃんの料理はどんどん箸が進んだ。こんなパパッと料理ができるなんて、本当に家事が得意なんだね。そんなに褒めないでよ。一応お金もらってるんだからさ。ああ、確かにそうだね。学校一のマドンナだったタエちゃんの手料理を食べれるなんて、当時の俺に言ったら嬉しすぎて倒れてしまいそうだ。辰巳くんに料理を作ってあげることを学生の頃の私に言ったらすごく喜んだだろうな。本当はね、大学に行って経営学を学んでキャリアウーマンになりたかったの。でも、そんなの無理だって分かってた。だから、夢を叶えるために、美大に入学する辰巳くんのことは、すごいなって思ってた。今だって、アート雑誌に関わってるんでしょ？子供の頃からの夢を叶えてて、すごいよね。美術関係に進む夢を抱いていたのは確かだけど、俺が本当になりたいものは画家だ。そして、その夢はまだ叶っていない。タエちゃんから尊敬される資格なんてないはずなのに、彼女のキラキラと輝く目を見ていたら、画家の話はできなかった。ねえ、今度は上京した子たちで同窓会でもしない？同窓会？私、定期的に会ってる子たちがいてね。辰巳くんの話もよく出てるんだ。え？俺の話を？地味だった俺は、学生時代に女子との関わりはほとんどなかった。そんな俺のことを覚えているクラスメートは、本当にいるのだろうか。地元に帰ってきたって話も聞かないから、東京で頑張ってるんじゃないかって。出版社勤務の話も聞いたことがあったんだ。みんな、よく俺のことなんか覚えてたな。もう、辰巳くんは昔からネガティブなんだから。楽しい時間はあっという間に過ぎ。タエちゃんが帰る時間になった。俺は今度こそチャンスを逃したくないと思い勇気を出した。あのさ、できたらでいいんだけど、隔週でタエちゃんを指名したいんだ。そんな契約ってできるのかな？え？いいの？どうせすぐに部屋は汚くなるし。何より今日の夕飯が本当に美味しかったんだ。ありがとう。また辰巳くんの顔が見れるんだ。嬉しいな。本音を言えば
またタエちゃんに会いたかったからだ。当然、そんなことはまだ言えないけど。それから2週間に1回のペースで、タエちゃんはうちに通うことになり、俺はそれを楽しみにして仕事を頑張っていた。相変わらずコンテストのデザインは決まらないが、迫るような焦りも特別感じていなかった。タエちゃんと一緒に食事をするのも恒例となっていき、俺は彼女と付き合っている気分になっていた。そしてタエちゃんに誘われた同窓会に行くと、俺は想像以上に女子から絡まれた。するとタエちゃんはその様子を見て焼き餅を焼いていたのだ。同窓会の場では笑っていただけだったけど、後日家で食事をしていると彼女から突然問い詰められた。ねえ、辰巳くんってこの前の同窓会で連絡先交換した？え？女性からたくさん話しかけられてたでしょ？なんか嬉しそうにしちゃってさ。そんな嬉しそうにしてないよ。連絡先ならタエちゃんから教えてもらってって言ったけど、それから何の連絡もないし。え？そんなことを言ったの？まあ、タエちゃんに誘われた同窓会だったしさ。ってことは、連絡先を聞いてきた子がいたってこと？まあね。でも、その場の雰囲気で聞いてきただけじゃないかな。辰巳くん、それは鈍感すぎないかな。それって、辰巳くんは私と付き合ってるから、連絡先を知りたいなら、私を通してって言ってるのと同じじゃん。え？辰巳くんと私が付き合ってると思ったから、連絡先を聞くのを諦めたんじゃない？そうなの？それじゃあ、誤解を解かないと。別に解かなくてもいいんだけどね。え？女の子からチヤホヤされてよかったね。いや、そんなこと。もう食べないでしょ？お皿片付けちゃうね。なんかごめん。俺も手伝うよ。いいや、私はこれが仕事なんだから。でも、タエちゃん怒ってるんじゃ。私の機嫌を直したいんだったら。機嫌を直したいなら？また女の子が連絡先を聞いてきたら、私を通すように言ってね。え？それだけ？うん、それだけでいい。タエちゃんが俺に焼き餅を焼いてくれるのも、こんなカップルみたいな言い争いも、俺にとってはなんだか嬉しかった。そんな日常が半年ほど経った頃、俺はタエちゃんとの距離が近くなったことを感じていたし、ひょっとしたら付き合えるんじゃないかとも思っていた。それでもどうしても告白する勇気が出ない。万が一振られてこの関係が壊れてしまったら、そんなことを思うと告白することができなかった。そしたら、コンテストで優勝して、その勢いで告白すればいいじゃねえか。いやいや、そんな簡単に言うけどさ、優勝なんてできっこないよ。休みの前日、告白するべきか悩んでいた俺に、同期の浅野は俺にアドバイスをしてくれた。性格こそ、俺とは正反対ではあるけど、芸術に対する熱い姿勢は俺と同じだった。
まあ飲めよ。もっと飲んで勢いで告白しちまえ。もっとちゃんとしたアドバイスをしてくれよ。浅野のアドバイスは明るく前向きなものが多く、俺にとっては役に立たないものばかりだった。それでも悩んでいる俺の心のモヤモヤを吹き飛ばしてくれるのはいつも彼だった。ところでお前、コンテストのデザイン決まったの？それがまだなんだよね。候補はいくつかあるんだけどさ。ひょっとして例の彼女？相変わらずわかりやすいね。うるさいな。放っておいてくれよ。とは言ったものの、家に帰ってからも浅野の言葉がずっと俺の頭の中に浮かんでいた。たえちゃんの絵でコンテストを優勝できれば、自信を持って告白できるような気がした。酔っ払って気が大きくなっていた俺は、彼女の顔をデッサンし始めたのだ。翌朝、俺は鳥の鳴き声で目を覚ました。どうやらデッサンをしながら眠ってしまったようだ。酔いながら描いたデッサンはとてもひどいもので、タエちゃんということはギリギリわかるものの、とてもじゃないが、人様に見せれるような作品ではなかった。すると突然、インターホンが鳴った。俺ははっとして時計を見ると、すでに時刻は正午になっていた。やばい、タエちゃんが来た。俺はまだ顔も洗っていないし、部屋には酒の匂いも残っている。さらに床には、タエちゃんの顔が何枚も散らばっているという最悪の状態だった。俺はとりあえず窓を開けて、デッサンをかき集めてゴミ箱に突っ込んだ。ああ、タエちゃん、いらっしゃい。ひょっとして今起きた？うん。どうせ昨夜飲んでたんでしょ？まだお酒の匂いするよ。辰巳くんでも深酒することがあるんだね。先にシャワー浴びてきたら？お風呂の掃除は一番最後にするからさ。ごめん。コーヒーとご飯を作って待ってるから、行っておいで。ニコッと笑うタエちゃんに促されて、俺はシャワーを浴びていると、頭がだんだん冴えてきて、昨晩のことを思い出していた。俺はベッドに寄りかかりながらデッサンをしていて、ぼかしに使ったティッシュを山積みにしていた。顔は徐々に血の気が引いていった。今の寝室の状態をタエちゃんに見せるわけにはいかない。勘違いされてしまう。俺は慌てて浴室を出て彼女を呼んだ。タエちゃん、寝室は？しかし、すでに遅かった。タエちゃんはゴミ袋を持って寝室から出てきたのだ。今、私のことを呼んだ？いや、寝室の片付けは自分でするからって。いや、お仕事なので私がちゃんと掃除します。俺は返す言葉が見当たらなかった。じゃあ私はこれで。え？今日は晩ご飯食べていかないの？弟から連絡が入ったから。じゃあね。タエちゃんは初めて夕飯を食べずに帰っていった。勘違いされるかもしれないとは思っていたけど、こんなにもわかりやすく拒絶をされると、
俺から連絡をすることもできない。俺は今度彼女が家に来た時に直接話をしようと思っていた。しかし、家事代行サービススタッフの太田です。佐々木が来れなくなってしまったので代わりに伺いました。お願いします。家を訪れたのはタエちゃんではなく年配の女性だった。やっぱり俺に会いたくないんだ。もう二人で夕食を食べることもできないのか。俺はタエちゃんの代わりに来た太田さんに解約することを話した。その翌日、会社は休みだったのだが、俺はアトリエに向かう気にならなかった。もうコンテストなんてどうでもいいや。情けない話だけど、これが俺の正直な気持ちだった。ふと目を閉じれば、彼女の顔ばかり浮かんでくる。いっそのこと、引っ越しでもしようかと考えていると、インターホンが鳴った。俺はモニターで確認すると、そこにはタエちゃんが立っていた。しかも、かなり怒っている様子だった。なんで勝手に解約するの？俺がドアを開けるなり、タエちゃんは怒鳴ってきた。それは。私のことが嫌いになったの？いやいや、俺がタエちゃんを嫌いなわけないでしょう。じゃあ、これは何？それは。彼女が持っていたのは、あの日、俺が酔っ払って書いたデッサンだった。慌ててゴミ箱に捨てたから、ぐちゃぐちゃになっている。なんで、これを？これが丸めてゴミ箱に捨ててあって、最初は何かわからなかったんだけど、開いてみたら、すぐに私だってわかった。辰巳くんが描いた絵ってこともね。ごめん、勝手に描いて。気持ち悪いよね。そういうことじゃないよ。でも、大きく罰がついているものもあったし、ゴミ箱にも捨ててあったから、これを見たときはショックだったの。ごめん。知らない間に解約もしてるし、もう私と関わりたくないのかなって。違う。それは違うんだ。まさかその絵を見られるとは思わなかったから。僕はあんな部屋の状態を見られて、逆にタエちゃんから嫌われたかと思ってたんだ。あんな部屋？ティッシュとか散乱してたでしょ？でもあれはデッサンのぼかしに使ったものであって。え？タエちゃん？あ、ごめん。謝ってくれてるのに笑っちゃダメだよね。最初はびっくりしたけど、すぐにデッサンで使ったものだって分かったよ。だって、辰巳くんの絵はあの頃と変わってないんだから。俺の絵を覚えてるの？もちろん忘れるわけないでしょ？必死に夢を追いかけてる辰巳くんのことが好きだったんだから。え？まあ、辰巳くんは絵に集中していたから、私が間に入る隙間なんてないと思ってたし、邪魔になりたくないから言えなかったけど、今でもデッサン続けてるんだね。僕は、タエちゃんが言うように夢を叶えているわけじゃない。本当は僕は画家になりたいと思ってるんだ。でも、コンテストに参加しても落ちてばかり。そんな情けないやつなんだ。それのどこが情けないの？私は
夢を追いかけてる辰巳くんが好きなんだよ。俺もタエちゃんが好きだった。でも学校の中でも人気者だったタエちゃんに、とてもじゃないけど俺が告白することはできなかった。好きだったってことは過去形なの？その気持ちはもうなくなったってこと？ずっと胸の中にしまってたんだけど、タエちゃんに再会してその気持ちが抑えきれなくなったんだ。だから本当はコンテストで優勝したらタエちゃんに告白しようと思ってた。それじゃあ私が待ちきれないよ。俺の方に向かってゆっくりと歩いてくる彼女を俺は強く抱きしめた。こうして俺とタエちゃんの交際は始まり、俺は彼女をモデルに絵を描き、コンテストに応募した。結果は佳作だったが、俺の人生の中では最高の成績だった。こうなると目指すは大賞しかない。その後、俺とタエちゃんは結婚をして、最近のデッサンのモデルはもっぱら娘の顔ばかりだ。たまには私も描いてよね。なんて、やきもちを焼くタエちゃんが可愛くて仕方がない。次回のコンクールは親子の姿をデザインすると決めている。俺はまだ画家という夢は叶っていないけど、応援してくれる妻と娘がいる限り、絶対に諦めないと心に決めている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。